地上およそ400km 上空の周回軌道上に浮かぶ ISS 国際宇宙ステーション。1980年代にその計画が提唱され、1998年に軌道上で組み立てが開始。現在15の国が参加して運用されています。我が国日本も計画当初からプロジェクトに参加。日本が独自開発した有人宇宙実験施設希望日本実験棟が完成しており、日々多くの実験が行われています。また日本の宇宙開発技術の集大成ともいえる宇宙ステーション補給機コウノトリもフライトに成功。 ISS への物資輸送の一翼を担います。提唱から20年以上の歳月を経て、巨大な宇宙実験施設である国際宇宙ステーションは間もなく完成の時を迎え、人類の発展のための本格的な運用・利用の時代に入ります。そして2011年、一人の日本人宇宙飛行士が ISS へ向けて飛び立ちます。 JAXA 宇宙飛行士古川聡。1964年神奈川県横浜市生まれ。ウルトラセブンに憧れた少年時代、野球に明け暮れた高校時代、叔父の影響で医師を志し医学部を卒業。消化器外科医となり10年間研究や臨床などに従事します。しかし1998年 JAXA の前身NASTAの宇宙飛行士募集の告知をテレビで見て、突然宇宙飛行士になることを決意。そこから古川の人生は一変します。理屈ではなかったと思います。とにかくこれをやりたいと思ったんですね。と同時にその時に挑戦しなければきっと後から後悔すると思ったんですね。1999年2月宇宙飛行士候補者となった古川を待っていたのは、日本をはじめアメリカ、ロシアで行われた厳しい訓練の数々でした。訓練には技術理論などの座学も含まれます。宇宙飛行士同期である山崎直子、星出彰彦は共にエンジニア出身。医師出身の古川は畑違いの講義に苦労したといいます。ロシアで最初ソユーズ宇宙船を学んだ時に、その工学の領域である概念が出てきたんです。その概念そのものを私だけ理解できないんですね。で、2人が気を使ってくれて、私日本語で説明してくれるんですけども、日本語で言われてもわからないと、ちょっと悔しい思いをしました。2001年、候補者から宇宙飛行士として認定。古川は宇宙への夢を胸に訓練を続けます。しかし2003年、スペースシャトルコロンビア号の空中分解事故が発生。宇宙ステーション計画は一時停滞します。古川はいつ宇宙に行けるのかわからないまま訓練を続けるという時期を過ごしました。とにかく毎日自分にできることを積み重ねていけばいいのかなと、こう自分がコントロールできないことを心配してもしょうがないのだなというふうにそれを思うようになりまして、自分にできることを積み重ねていこうと。2008年5月古川は野口聡一宇宙飛行士の ISS 長期滞在ミッションのバックアップクルーに任命。そして同年12月古川の ISS 第28次第29次長期滞在が決定。医師から宇宙飛行士に転身して12年、ついに宇宙への切符を手にしたのです。さあ、いよいよレギュラーになれるって感じですね。こうやったっていう気持ちはまず大きかったです。医者っていうバックグラウンドから入ってきて、いろんなエンジニアリング的なこととか苦労本当したなと思います。
かえって関係者のことをいつも気遣ってくださるタイプで、弱音を吐いているところは見たことがないですね。古川が登場するのはロシアのソユーズ DMA 宇宙船。フライト時は船長を補佐する左側の座席が認められました。技術系が得意ではなかった古川は宇宙飛行士として確実に成長していました。On the Soyuz, his role is to be the flight engineer. So he's really the number two in command of the Soyuz. He's trained on all of the systems, and he's actually trained to fly the Soyuz itself, to fly the rendezvous and docking to the space station, if required. And it's hopefully that won't be required, but he's actually trained and certified to fly the Soyuz and to fly it home to perform the re-entry.軌道上で行われる科学実験も古川の大きな任務の一つ。日本独自の実験施設希望日本実験棟では、すでに ISS 長期滞在を果たした若田光一、野口聡一両宇宙飛行士らによって微小重力空間を利用したさまざまな分野の実験が行われ、成果を上げています。医師として科学者として古川のこれからの活躍に期待が寄せられています。医師科学者として、その研究者の方の気持ちもよく分かりますので、ぜひその研究者の立場に立って、その実験がどうして大切なのか、そして今後どんなふうに役に立つのかということを、ぜひ多くの方に知っていただける、一般の方に知っていただけるように、努力したいと思ってます。長時間重力の負荷のない状態にさらされると、人間の骨はだんだん脆くなっていきます。宇宙飛行士は日常的にトレーニングを行い、筋肉や骨に負荷をかけていますが、宇宙では骨がそれを上回る速さで脆くなっていくことが分かってきました。それを抑制するため、骨粗しょう症の予防薬ビスホスフォネートを服用し、その効果の検証実験を行います。人類が宇宙に行って、そこで生命と安全と健康を維持するためにどういうことが必要なのかっていうことをやっぱりはっきりさせて、変化が起こるとすればそれを止めるというのが、やはり人類のそのまた未来への挑戦を可能にするわけですから。ISS と地上とで医学実験データを共有する健康管理技術の整備を行います。電子聴診器や簡易脳波計などの医療器具が使用され、古川は医師の立場からもシステムの検証を行います。キュウリの種を人工重力下と微小重力環境下で生育させ、根の成長に重力がどのように関わっているかを遺伝子レベルで解明する実験を行います。宇宙環境や水分の少ない環境などにおいて効率的な植物生産を可能にするための基盤につながります。実験には温度や湿度、人工重力などを地上から制御できる細胞培養装置が用いられます。実際にサンプルをここに強子体というものを乗せて、自動的に地上からのコントロールでぐるぐる回すことで 1G 環境を疑似的に作り出します。で、一方で上の微小重力部というのはそのままトレーが乗っていますので、ここに乗せたものは、微小重力の環境、JAXA のライフサイエンス実験の一番使われている装置ですので、これを使って古川さんが細胞培養実験を行うことになります。その他、材料実験、タンパク質や新素材の実験など多くの実験を行う予定です。外科医でいらっしゃるんで、伝える内容もちょっと違ってくるわけですよね。もっとヒューマニズム的な、そのこれからの宇宙開発、人間としてこうどういうふうにこう宇宙開発をしていったらいいかっていうのが、有機的なというとあれですけども、ね、古川さん、野口さんについてツイッターも始めてもらってますので、そういったところでの、これまでにない人たちへの情報発信というのもありますし、さらにどういうふうに我々の生活に役に立つのかというところを知っていただきたいと思っています。
また古川は同僚の宇宙飛行士の診断や治療にあたるクルーメディカルオフィサーも務めます。人類の新たなフロンティアを開拓するために20年の歳月をかけて間もなく完成する国際宇宙ステーション、そしてそこへ飛び立つ日本のお医者さん。幸いコウノトリ1号機2号機と連続して成功したり、あるいはハヤブサが大成功を収めたりということで、今とても日本の宇宙技術は高い評価をいただいているんですけども、あれは今までの先輩方の努力によるんですね。でこのままのことを続け、このままの横ばいではダメなんです。より高いところを目指して、困難を目指して挑戦を続けることが大切なんではないかと思います。こう存在感のある、尊敬される国になったらいいんではないかなと私は思ってます。今まで頑張ってきた訓練の成功を生かしてですね、一緒に成功につなげていってもらえたらなと思います。まあ、医学系をベースとしたですね、そういったキャリアをうまく生かしてですね、さらに一歩先を進んでいただきたいなと。エンジニアの目から見た実験と、まあ、科学者とかお医者さんであれ研究者から見た実験というのはまた視点が違うと思いますの でそれを教えてもらうことで運用へのフィードバックもできますし、吉川さんが早く宇宙に行って国別操作してくるのをずっと心待ちにしてました。実験の方よろしくお願いします。日本 その実験 の研究者のことをいろいろ考えて、いろんなことで 120% の力で仕事をされるんじゃないかと思うんですけども、時にはやはりそういったところもセーブしてですね、あまり気負いすぎないで普段の古川さんのような関わり方をしていっていただければ、うまくみんなともやっていって、自由な発想を失わないで宇宙に行った感覚に素直になって、ベストなパフォーマンスを、我々のそういう熱い思いとかですね、夢とかを胸に秘めて、初めての宇宙飛行なので楽しみながら、一つ一つ仕事を、行っていただきたいと思います。 The science story is important, but it's not the whole story.Because we're also humans, and he needs to look out the window and enjoy that sunrise, so he can talk about what it looks like to see the sunrise coming up through the windows of the Kibo module.今回の大地震に関しては、テレビ、新聞、社内の情報等で知り、大きな衝撃を受け、言葉を失っております。被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。今年2011年、6月から、私は国際宇宙ステーションに5ヶ月半ほど滞在する予定です。その中で、東北大学の高橋教授の植物実験を担当させていただく予定です。その実験を通しまして、科学に貢献することが、東北地方の皆様、そして日本の皆様に対して私ができる任務の一つかと考えています。一人一人ができることを行い、支援になるようみんなで力を合わせられればと考えています。頑張れ日本。